誕生日おめでとう。お菓子たくさん用意したから今日は楽しんでほしい。いつかの春、どうしようもなく出会った私たちは自分の夢を叶えるために、どうしようもないほどアイドルを目指していた。咲かない桜の木の下でどうかその憧れが花開けど、絶対にその言葉を、もしもまた明日小さな君がいつかのように笑うなら、よくできたね、二人となり合ったその時間をいつかのように過ごせたのだ。白と黒の空も、いつかの春、どうしようもなく出会った私たちは自分の夢を見ていてもいいですか。時計の針が重なり合って朝が始まる。チリリッと音がして目を覚ました午前の7時半。眠たい目をこすりながらお気に入りの目覚まし時計を止める。ここは私刈谷佳乃が通ってる私立常盤科学園の中にある、女子寮の中にある私の部屋。玄関ドアの郵便受けを確認。今日はまだ何にも届いてないみたい。それからいつもの準備、最後にギュッと桜色のスカーフを結んで扉を開けると、隣の部屋から眠そうな声でかよりちゃん、おはようよしの。あ、これ朝ごはんのたい焼き。え、朝ごはんのたい焼き。かよりちゃん、早起きして買ってきたの？うんうん、昨日の晩ごはんの時の残り。もしかしてお昼ごはんも？お昼はラーメンにしようかな。さすがに1日3食はね。でもデザートはたい焼き。やっぱり1日3回食べてた。あ、カスタード入りのやつね。たよりちゃん、虫歯には気をつけてね。大丈夫大丈夫、だってアイドルだもん。え、アイドルは虫歯にならないんだよ。そうなの？うん、だってアイドルだもん。そんなことを眩しい笑顔で言う、この子は金魚鉢たよりちゃん。カスタード入りのたい焼きが好きな同じ高等部の2年生。アイドルは虫歯にならないんだよ。アイドル、そうアイドル。ここ私立常盤科学園はトップアイドルの養成学校。イエーイ。一人一人理想のアイドルを目指して日々レッスンに勤しんでます。イエイ。だけどインターネットは禁止。それは学業やアイドル活動に専念するため。仕事できないのが辛いよ。自分の名前で検索するやつのこと。でも頼りはたい焼きして調べてるよ。自己同一化してる。仕事できないのが辛いよ。そんな頼りちゃんといつもみたいに寮の廊下を歩いてたところ、右向きに折り返してる階段を降りてきたのはあやめちゃん。吉野さん、頼りさん、おはようございます。おはよう。あやめちゃんは猫が大好きなんだけど、なぜか猫に近づいても逃げられるみたいで。やっぱり私が悪いのでしょうか。そんなことないよ。だって猫って気まぐれって言うし。そうそう、たまたまと重なっちゃっただけで、とにかくあやめちゃんは悪くない。ありがとうございます。そんな遠慮がちなあやめちゃんと、お礼は購買のたい焼きでね。いたずらっぽいたよりちゃんと、よしの、よしのさん、今日も一日頑張ろう。私たちは自分の夢を叶えるために、どうしようもないほどアイドルを目指していた。また次の春を迎えるために、アイドルとしての春を迎えるために、いつかのその日のために、笑顔で一歩ずつ全力でこの思いを届けられるような、誰かにとっての特別な幸せをみんなで分け合えるような理想のアイドルになるために。